いや、何買ってきてって言われてるのを見てるね。あ、見て、お母さんとか晩御飯なのかな。これ結構若い人が夜食にします。夜食、夜食結構いっぱい買ってうちでテレビ見ながら食べで、温める感じで揚げてる。この辺は揚げてない。え、来た来た。あれ？ごめんちって書いてある。これ里芋で、うん、里芋と多分何の粉と一緒に混ざってできたやつ。でしょ。